空振り三振、最後は小さくガッツポーズ。見事に打線がつながった侍ジャパン、 MLB オールスターズにおとといに続いて2戦連勝を飾りました。攻守にわたり2017年 WBC 主力のメンバーになるであろう若い力が躍動した侍ジャパンです。さあ松井さん、はい、試合改めて振り返っていかがでしょう。そうですね、やはりね、日本の特徴である、ね、まず先発ピッチャーですよね、今日はね、金子投手はホームランのあの1球ではね、素晴らしい投球でしたし、でしっかり試合を作ってね、で打線が今日は非常に活発でしたしね、いい面がたくさん出ましたよね。確かに金子、あのモーノーのツーラン以外ですと内野ゴロの間ですもんね、はい、そうですね、はい。